はい、おはようございます。8月17日の夜から20日日曜日までの4日間、G20 のデジタル経済大臣会合に出席するため、インドを訪問いたします。今回の大臣会合では2019年の G20 大阪サミットで日本が提唱し、合意された信頼性のある自由なデータ流通ミュートになってないね。誰かミュートになってないね。大丈夫。2019年の G20 の大阪サミットで日本が提唱しました DFFT、信頼性のある自由なデータ流通について、今回の会合の成果文書にもしっかりと記載されるよう提唱国として各国と議論確認をしてまいります。また今年4月に開催されました G7 広島サミットおよび G7 の今年のあれだね、4月じゃないね、4月はデジタル大臣会合、それとその後の G7 広島サミットで合意されました DFFT の具体化に向けた国際的な枠組みにつきまして、 G7 以外の国々をしっかりと巻き込んでいきたいと思っております。 DFFT に関する国際的な議論を通じて、デジタル経済社会の基盤でありますデータガバナンスの国際的な議論を日本が主導していきたいと思っております。また G20 の本会合の前後には参加する閣僚との二国間会談を予定しているほか、開催地ベンガルールにおいてデジタル化を牽引するさまざまな企業を訪問し、官民の連携したデジタル化の現状について意見交換していきたいと思っております。日本が主導したG7 各国とともに進めてきた DFFT を広く国際社会に広げる機会として有意義なものにしていきたいというふうに思っております。2つ目、先週8月の8日ですか、マイナンバーの情報総点検の中間報告が行われ、個別データの点検作業が本格的に回り始めたことを一つの区切りとして、本日私自身の対応について、発表したいと思います。デジタル庁自身が提供する公金受取口座の登録サービスにおいて誤登録事案が少なからず発生したことは遺憾で、あります。加えて誤登録事案が明らかになった際、庁内の情報共有体制が不十分であって、事案が報告されるまで相当の期間がかかってしまって初動が遅れたことについて、マイナンバー制度を担当するデジタル大臣としてけじめをつけるべきだと認識をしております。このため私自身の対応として、閣僚の給与3ヶ月分を自主的に返納することといたします。8月8日に発表した政策パッケージの遂行に向けて引き続き職務に専念してまいります。私からは以上です。それではこれより質疑応答に入ります。ご質問のある方は挙手ボタンまたはチャットにてお知らせください。ご指名させていただきますのでミュートを外してご発言ください。本日時間の都合上、ご質問1人1問とさせていただきます。ご協力よろしくお願いいたします。それでは質問のある方いらっしゃいますか。共同通信出崎様お願いします。すみません、共同通信の出崎です。はい、おはようございます。おはようございます。自主返納の件なんですけれども、こちら全額でよろしいんでしょうか。それとあと何月から何月までの3ヶ月分かということを教えてください。はい、詳細は事務方にお尋ねいただきたいと思います。続きまして、朝日新聞渡辺様お願いします。あ、すいません。聞こえますか？はい、おはようございます。あ、
おはようございます。よろしくお願いします。自主返納の部分なんですけれども、情報連携ということなんですけれども、そのデジタル庁の特徴とかですね、以前の会見でもちょっとお話になってたかと思うんですけれども、うん、改めてどこの点が問題、大臣個人の責任として問題であったというふうにお考えなんでしょうか。はい、本来は最初の情報が報告された段階で、情報が庁内縦横共有されていれば、この件数がこんなに増えなかったと思いますが、残念ながらそこがうまくいかずに初動が遅れたということで、これはまあデジタル大臣として何らかのけじめが必要だなと思いました。ありがとうございます。日本テレビ川上様お願いします。あ、大臣おはようございます。日本テレビの川上です。はい、おはようございます。今の質問とも少し関連するんですけれども、大臣委員会等でかつて責任を取るということもおっしゃっていらっしゃったと思います。でそういう中で今回けじめを、取るというけじめをつけるべきだというふうに先ほどもおっしゃいましたけれども、今回こういうご自身へのなんていうでしょう、対応処分といいますか、ご対応を至るに至った大臣のこの思いと、あとこれからデジタル化を止めることなく大臣としてこうマイナンバーの一連のこの点検についてどのように取り組んでいきたいかお願いします。はい、8月の8日に総点検の中間報告が行われ、9日にデジタル庁から関係省庁あるいは都道府県などに対してデータ点検の開始の説明と要請をしたところでございます。点検作業が本格的に回り始めたということを一つの区切りとして今回の自主返納をしたいと思っております。デジタル庁の中ではしっかりと情報共有するための会合が開催され、またさまざまなリスク事案を管理する体制の強化に向けては、リスク事案のホットラインを設け、報告あるいは対応体制を確立をしてきました。またデジ庁内のさまざまなグループをまたがる需要事項を取り扱う会議体として経営企画会議を毎週開催するなど、組織のガバナンスの強化もやってまいりましたので、今後とも円滑な情報共有と意思決定が行われるようデジ庁内徹底していきたいと思っております。ありがとうございました。日本消費経済新聞相川さんお願いします。はい、日本消費経済新聞相川です。はい、おはようございます。8月10日に消費者委員会から出された2つの意見について質問させてください。不一定があるチャット勧誘への勧誘規制と極悪層の破綻必至商法に対する行政が被害を止める、行政に被害を止める権限を有し与えて財産を保全して被害回復につなげる仕組みについて結局権議にはできませんでした。消費者委員会担当大臣としてなぜ権議にできなかったと認識されているのでしょうか。加えて消費者庁担当大臣として消費者委員会が出された意見に対してはどのように対応されるのでしょうか。はい、消費者委員会が権議ではなく提言という形で、出されましたので、なぜそうなったかは消費者委員会にお尋ねをいただきたいと思います。消費者庁として、提言について、しっかり受け止める、これはもう以前からそういうことにしております。はい、ありがとうございました。通信販売のし SNS 毎日新聞の後藤様お願いします。あ、毎日新聞の後藤です。おはようございます。はい、おはようございます。自主返納の件でちょっと確認なんですけども、今回こう いくつかこうご交付とかご登録の、ケースっていうのあったと思うんですけど、冒頭発言をお聞きしている限りは初動の遅れとか情報、共有がうまくいかなかったのは、
募金受取口座の部分、ここを、取って、まあ、自主返納というか、まあ、そういう形になったという考え、理解でよろしいんでしょうか。はい、消費者庁が担当しているのが公金受取口座登録サービスでございます。あ、失礼、デジタル庁が担当しているのが公金受取口座登録サービスです。ありがとうございました。続きまして横田様お願いします。横田さん。けども、あ、フリーの記者の横田はじめです。はい、おはようございます。おはようございます。先週の臨時会見でマイナ保険証一本化について、資格確認書を5年以内で併用するということをおっしゃいましたが、その一方で紙の保険証は予定通り廃止するということなんですが、紙の保険証にシールを貼ってですね、資格保険証とするという案を経済評論家の荻原博子さんがおっしゃってるんですが、これについては大臣どのようにお考えでしょうか。費用も少なくて済むというふうに考えるんですが、大臣のご見解をお聞かせください。はい、厚労省に確認したいと思いますが、私が聞いている限りでは現時点で検討されていないと思います。ありがとうございました。共同通信の津川様お願いします。共同通信の津川です。聞こえますでしょうか。はい、おはようございます。おはようございます。大臣の自主返納の関係でなんですけども、まあ、庁内の情報共有の、まあ、この不十分さということを、まあ、理由として挙げられましたけども、これに関連して、例えばそのデジタル庁の幹部の方の処分だとか、そういうことはお考えになありますでしょうか。お聞かせください。はい、事務方の何かは必要ないと思っております。事務方において必要なことは、こうしたことを踏まえて、現在構築している情報共有体制をしっかりと運営し、職員がそれぞれの職務を適切に遂行できるようにすることだと思っておりますし、私からもそのように指示をしているところでございます。ありがとうございました。時事通信の森様お願いします。おはようございます。聞こえてますでしょうか。はい、おはようございます。ありがとうございます。すいません、私も関連で大臣の自主返納について確認したいんですけれども、こちら先ほど、まあ、公金受取口座に関する、まあ、責任に伴ってということでご発言あったかと思うんですが、これを確認ですけれども、別人の口座が誤って登録されていた、まあ、940件余りの部分と、あと家族名義とみられる口座が登録されていました約14万件の部分、両方受けてということの理解で大丈夫でしょうか。はい、まあ、主に誤登録のことを受けて、これ誤登録についてはデジタル庁にご連絡をいただきましたが、にもかかわらずその後の初動が遅れたということに対するものでございます。それでは、以上をもちまして本日の会見を終了したいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。